こんにちは、みです。今回は新任教員の1日、4月編というテーマでお話をしていこうというふうに思います。4月からですね、新しくね、着任された新任の先生にとってですね、まあこの4月っていうのは、この通常日課がね、始まった後もですね、まあ、初めてのことだったりとか、まあ戸惑うこともね、多いと思うんですね。また、学校によってもね、また担当する学年によってもね、まあ、4月に行われることっていうのはね、まあ、違うとは思うんですけども、まあ、今回ね、僕自身がね、新任の時にね、実際体験をした、まあ4月の流れとですね、まあそこで感じたことについてね、まあ、あるある形式ね、紹介をしながらですね、その経験を踏まえた上で、まあ、やっておいた方がいいことね、についてもね、ご紹介をしていこうというふうに思います。今回の動画を見ることによって、まあ、4月のね、まあ、学校の先生のね、まあ、日常っていうのを、まあ、新任教員目線でね、まあ、分かると思いですね、まあ、実際に4月をね、まあ、どのようにね、まあ、乗り切ればいいのかということについてね、分かると思うので、ぜひね、最後までご覧ください。では、それでは早速ですね、4月のね、まあ、あるあるについてね、ご紹介をしていくんですよ。まず一つ目ですね、毎日のように行事があるということなんですね。で、4月っていうのはね、まあ、始業式、学級開き、いろんなことがね、終わった後ですね。まあ、やっとね、通常業務がね、始まるかと思いきやですね、まあ、身体測定がありますと、今日は視力検査があります。今日は聴力検査がありますと、今日体力テストがあります。今日学区写真です。1年生に迎える会、遠足や社会見学の半決めとかね、運動会の練習も始まりますみたいな感じですね。まあ、いろんな行事がね、時間割に組み込まれていくんですね。基本的にこの行事がある、例えば身体測定とか、まあ、聴力検査とか、学級写真とか、1年生を迎える会とかね、こういったね、まあ、行事とかイベントがある日っていうのは、通常のですね、1時間目国語、2時間目算数、3時間目理科、4時間目社会、まあ、こういったね、通常の時間割ではなくですね、1時間目に1年生迎える会が入りますと、で2時間目は普通に算数があって、まあ、3時間目に聴力検査が入りますみたいな、その時間割通りに、ね、進むわけじゃなくて、変則的なね、まあ、時間割とかタイムスケジュールになるんですね。で、今日ね、自分の学年で、自分の学校で、自分のクラスでね、まあ、何の行事があるのか、そして、今週は一体ね、まあ、どういった行事があるのか、で、その時にね、なんか持ち物をね、まあ、家から持ってきた方がいいものとか、まあ、教室からね、まあ、持ってきた方がいいもの、持ち物がね、何なのかっていうことはですね、確認する必要があるわけなんですね。まあ、僕の場合ですね、結構その辺がですね、まあ、当時1年目、まあ、本当にね、まあ、分からなかったので、学年主任の先生がですね、まあ、前日にね、まあ、明日ね、まあ、こういったものがあるからね、こういった風に、まあ、準備しようかってね、教えてもらったりとかですね、まあ、子供たちへのね、まあ、連絡帳とか、まあ、連絡をね、するね、持ち物に関しても、まあ、一緒のタイミングでね、まあ、前々日、そこのタイミングで教えてもらったりとか、共有してできたのでね、学年主任先生に、まあ、教えてもらうがままにですね、あ、こんなのあるんだっていうふうにね、知っていって、まあ、子供たちに連絡をしたりとか、先ほどした準備をするっていうね、まあ、そういった感じだったんですね。ただですね、もちろんね、まあ、すべてがすべてね、まあ、僕がね、お世話になって、ね、まあ、学年主任先生みたいにですね、まあ、教えてくれるわけでもない可能性もあるわけなんで、基本的に、ね、多分教えてくれると思うんですけども、まあ、すべてがすべてね、全部教えてくれるから、何もしなくていいやじゃなくてですね、なるべくね、自分でできることはね、もちろんやった方がいいということで、まあ、対処法についてもね、お伝えをしようと思います。対処法についてはですね、例えば1週間とか、例えば1週間単位のね、スケジュール帳っていうのをね、まあ使ってですね、1週間の行事とか、あと1週間の時間割とか、この全部ね、書き出しておくとですね、まあ見える化されるわけですね。今週1週間の行事と時間割が見える化されます。来週1週間の行事と時間割が見える化されます。まあこういった感じで、まあ見える化することによって、まあ抜け漏れもね、防げると思うんですね。あとは具体的にね、まあこの行事の時にですね、まあ子供たちに、ね、まあ、どんな指示を出すのか、頭の中でね、シミュレーションをね、しておくといいかなと思いますし、ですね、まあ、このシミュレーションがね、上手にできないものに関しては、学年主任先生とか、隣のクラスの先生にですね、確認をしておくとね、いいかなというふうに思いますね。続いてですね、二つ目ということですね、まあ、教材研究に追われるんですよね。基本的にね、まあ、その、行事がない時間帯っていうのは、まあ、授業をね、もう行うわけなんですけども、初めてね、まあ、学校先生をやるっていうとですね、授業をすること自体もですね、一大イベントだったりするわけなんですね。特にね、まあ、教科書のね、指導書にはですね、まあ、授業の流れとかね、そういったね、まあ、指導案の例とかね、書いてあるんですけども、実際そのね、指導書通りにね、スムーズにできるかと言われればですね、僕の場合は少なくともね、まあ、できなかったんですね。とにかくね、なんかどう流していけばいいんだろう。この指導書にこう書いてあるけど、これ実際にこうやって言ったけど、全然その反応じゃないとかね、どうやって流れていくんだろうみたいなことがですね、感覚をつかむのにね、時間がかかったんですね。最初はね、どうしてもね、これってまあ、数をね、打つしかないと思うんですけども、ある程度ね、まあその対策としては、教科ごとにね、授業の流れをパターン化すると、まあ、リズムがね、作りやすいかなというふうに思いますね。例えばね、まあ一つの例として、まあ、国語だとですね、音読をした後、個人とかね、まあ、小グループで考える時間をとって、最後全体で発表するみたいなね、こういったパターンですよね。読んで、個人で考えて、全体で発表するみたいな。このパターンで45分。まあ、やるとかですね。まあ、例えば算数だと、まず最初にみんなでやり方を考えたりとか、インプットをする時間を取りますと。で、その後に、問題演習を3、4問して、それをみんなで確認をする。で、
ていう時間、最後に演習問題、5問、10問くらい、まあ、問題演習で、まあ、答え合わせをするみたいな、こういった風なですね、インプットの時間、ちょっと演習する時間、まとめて演習する時間みたいなね、まあ、こういった流れをね、作っておくみたいな感じで、パターン化しておくとですね、まあ、子供たちにとってもですね、担任にとってもですね、授業の見通しが持てるので、リズムがね、作りやすいかなというふうに思うんですね。で、3つ目ですね、喧嘩とかね、まあ、トラブルが起きてテンパるってこともあるんですよね。で、これもね、あるあると思いますし、トラブルとか喧嘩ってあんまり起きてほしくないんですけども、どの学校でもね、まあ、どのクラスでもね、いつかね、必ず起こるとは思うんですね。僕自身もね、教員チームの時っていうのは、お互いのね、まあ、言い分ですよね。〇〇くんがこうなった、〇〇ちゃんがこうなった、みたいな風にね、お互いなんか言い合いをしてですね、結局なんかお互いの話を聞いても、事実がなかなか一致しないし、謝りたくないっていうし、なかなかね、その、まあ、こちらがね、じゃあこうしたらって話しても、嫌だ、みたいな、あの子が悪いんだもん、みたいな風に言ってるしてですね、解決にね、長引くこともあったんですね。基本的に、これも数をこなすことになってはいくと思うんですけど、基本的には僕の場合ですね、まあ、一緒に聞くんじゃなくて、別々にね、話を聞きますと、〇〇くんの言い分はこうだったんだね。いや、〇〇さんの言い分はこうだったんだね、みたいな。ふうに聞いてですね、それぞれ聞くタイミングで、まあ、自分はどうしたいのか、そして相手にどうしてほしいのか、自分のことと相手のことをね、まあ、セットで聞くと、これをまあ双方に聞きますと、お互いにその意見ね、出し合った後で、まあ、それを聞いた上でね、まあ、担任としてね、じゃあどこで折り合いがつけそうかな、この子とこの子の意見だと。じゃあ今後どうするって約束をすればいいのかなってことですね、一応担任としてもね、見通しを持った上で、じゃあ実際話し合ってごらんって言って、お互いに話し合ってみて、でもしそれでもうまくいかないようであったら、いや先生はこう思うけど、まるまるさんはこう思ってるし、まるまるくん思ってるから、こうしたらどう？今後こういう約束したらいいんじゃないっていうふうに、もしね、うまくいかなかったら、まあ、誘導するみたいなこともね、まあ、必要かなと思いますけどね。まあ、とりあえず、まあ、僕自身はこのやり方で、大体のね、まあ、喧嘩とかはね、解決できましたが、案外、やっぱり難しい場合って、ね、当然あると思うので、難しい場合に関しては、学年主任の先生をね、まあ、間に入ってもらったりとかもね、結構大事かなというふうに思いますね。で、最後ですね、まあ、今ですね、行事とか、まあ、授業とか、まあ、喧嘩トラブルについて話したんですけども、子供たち帰った後ね、まあ、下校後の話なんですね。帰るタイミングがわからないってことなんですけども、行事に追われてね、授業もうまくできなくて、喧嘩トラブルもね、なかなか対応がうまくいかないっていうね、まあ、こういった感じでね、子供たちがいる時間を過ごしていくとですね、周りの先生方にね、助けてもらったのに、助けてもらった先生方が、職員室でね、もう少し残っているとですね、まあ、自分自身はもう疲れているんだけども、明日の準備とかね、まあ来週の準備がね、まあ、完璧に終わってるわけでもないし、彼には申し訳ないかなっていう気持ちになってですね、遅くまでね、仕事をしていました。いろいろね、頼ることも多いので、まあさすがにね、いきなりね、もう定時で帰るとかっていうのは、なかなかね、まあその雰囲気として、環境としてね、まあ、難しいかなと思うので、僕自身の個人的なお勧めとしては、まあ積極的にね、まあ学年の仕事をしていたりとか、まあいろいろいろね、まあ、できることはどんどんね、まあ、やった方がね、いいかなというふうに思うんですね。まあ、とはいえね、まあ、全部ね、もうじゃあ遅くまで、9時、8時、20時とかね、遅くまでやればいいのかっていうと、そういうわけじゃなくてですね、まあ、じゃあ今日放課後にやらなきゃいけないことっていうのを思いつかけにね、まず紙に書き出すんですね。明日の授業準備、この業者の準備、学年作業みたいな風に、まあ、全部書き出しておくと。で、書き出した後ですね、まあ、なるべくね、この時はね、結婚をしたすぐのタイミングくらいで、まあ、学年先生たちに、まあ、今日ね、まあ、僕、私は今からね、まあ、これについてと、これと、まあ、これをやってからね、まあ、今日は帰ろうかなと思ってるんですけども、他に今日ね、まあ、やっておいた方がいいこととか、まあ、お手伝いできることありませんかっていう風にね、聞くとですね、あ、じゃあこれもやっておいてほしいかなとかね、あ、じゃあ今日はまあ、その3つ終わったらいいよっていう風にね、まあ、そういった風な、まあ、合意とか、まあ、やりとりがね、できると思うんですね。で、それが終わった後で、まあ、実際に、まあ、その、進めていくと。で、進んで実際に終わったらですね、あ、じゃあ今日はね、まあ、ちょっと今日、先ほど言った、まあ、3つ終わったので、お先に失礼しますっていうふうに言えばですね、お疲れ様っていうふうにね、まあ、結構ね、そこをスムーズに帰れるかなと思います。実際ね、同じくらいにね、帰ることになるかなと思うんですけども、そんなふうにね、やっておくとですね、今日1日何をやったのかって、こっちもね、明確になりますし、まあ、見通しを持ってね、今、常に自分は、どんだけの仕事があって、で、今何をやってるのか、で、どこまで終わったらいいのかってことはね、明確に、まあ、分かった状態で、まあ、仕事を進められるわけなので、まあ、こういったふうにね、まあ、仕事の管理とか、まあ、タスクの管理をね、しながらね、で、そしてお互いにそれをね、共有しておくってことはですね、まあ、学年の先生たちとですね、まあ、帰るタイミングについてはね、まあ、割と明らかになっていくかなというふうに思うんですね。まあ、とはいえですね、これも結構言うのは簡単なんですけども、割とじゃこれを実践しましょうって言われると、結構ね、これもですね、まあ、慣れてくるまではね、難しいかなと思います。まあ、僕自身も結構難しかったので、まあ、今からね、いきなりできなくてもいいんですけど、こういったことをね、なるべくね、まあ、やることを書き出しながら、まあ、やっていくとね、いいかなというふうに思いますね。はい、そんな感じで今回の動画ね、まあ、新任教員あるあるの、まあ、新任教員でね、まあ、1日、まあ、この4月編についてお送りをしました。ぜひですね、まあ、4月でね、すごく忙しい時期なんですけども、まあ、流れとか、まあ、見通しとか対処法とかね、よかったら参考にしてもらってですね、4月ね、過ごしてほしいなというふうに思います。じゃあ、そんな感じで今回の動画はこれで終わっていきます。じゃあ、最後までご視聴ありがとうございました。